いやどうも、東海嫁の哲也だ。あなたは今、中学生ですか？高校生ですか？大学生ですか？もしあなたが1年生だったら、新しい友達を作りたいと考えているはず。しかし、平凡な人生を歩みたい、地味に地味でいいけど楽しく、ちょっとした友達と暮らしたい、そんなことを考えているあなたもいるはず。そんなあなたに朗報です。今回僕たちが、どんな人種の人間だったら、いかに地味に普通になん、なんとなく馴染めるかどうかということを、検証してみたいと思います。ということで今回、大学の新入生歓迎会に潜入して一番馴染めるのはどういうタイプの人間か、スタート。いきましょう。お、いたんだ。俺は JSOUL系 大学生、霧島ソウル。サングラスがダサすぎるんだよな、本当に。ダサくないって、JSOUL やん。ついよ、これ JSOUL バカにしないで。今回の JSOUL 系のポイントを教えてください。JSOUL 系のポイント、俺はこれ寮で説明するのかソウルで説明するのか、どっち？あー、ソウルで。ソウルだとしたら俺は分からない。寮が JSOUL 系ってこんなもんだなって思ったやつは、まずグラさん、シルバーブレスレット、一応ランニングマンやっとく。ランニングマンは俺、そしてこれレザーレザーソウルだからしたくない。ちゃんとしたくてレザーソウル。レザーソウル、すべてにソウル。おお、もうじゃねえよ。次、撮ってるよ。え、何それ、キャラ？キャラ、ごめん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 。あ、撮ってる。どうも、勘違いおしゃれ系大学生、木寺仁です。まあ、仁木寺って呼んでくれてもいいかな。メゾンマルタンマジだ。ズボンのここ墨汁、あ、やっぱここのダメージ、あとこのレーニアね、あとここのホールね、あ、バンダナもね。なんだろうな、やっぱ場所変えない、ホールが、またホールが、あ、このホールもなかなか。まあポイントかなっていう。中学3年生から服買わずにここまで来ちゃった旧大学生、林大輔。表情何なんだ。お前面白いな、お前。まずこれ、イエローランキングのパーカー、これね。まあね、あるね、これ。うん、ある。そしてこの中学3年生の修学旅行で買った時計。ねえ、高校1年の哲也じゃん。待って待って。待って、気づいた、そういえば俺哲也なんだけど、夢丸ならわかる。やめて、恥ずかしすぎる。恥ずかしいやろ、お前。ってことで行きましょう、潜入しよう。潜入だから、これバレちゃいけないから。バレないよ、絶対バレないで行こう。頑張ろう。あ、もしもし、あ、B2 残ってる、B2 引いてるだけだろ。ということで集合場所の直前まで来ました。この動画バレたら終わりですか？バレた場合はバレたらもうさっそく終わり。終わり、確か。バレたら終わりだね。頑張ろう。よし、 J ソウル、ガラース。バカにしないからね。バカにしないから。はい、チーズ。はい、え、待って、心折れる。心が折れる。じゃあもうそこに集合してるんで行ってきて。基本的に俺らは会場では絡まないから、本当に他人、他人だから。もうここから勝負は始まっている。こっちをギラギラに見てる。メゾンマルタンマルジェラ、
純也渡辺ドルチェ&ガッパーナ今こんな感じですね。あーキャピキャピ。まあ行ってみますか。行ってみましょう。こんな感じですね。こんな感じ、うん、あのすいません、新入生歓迎フェスティバルはあのここでしょうか。1年生です。はい、事前に名前聞いてます。あ、お金払いましたか？あ、今から払います。すいません、今から払います。メゾンマルタンマルジェラ。馴染んでる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 。ありがとうございます。あ、なんだあの財布、めちゃくちゃだぜ。あの財布だぜ。キャピキャピの大学生のお姉さんの前でお金を出せるのか。あ、匂い嗅いだ。はい、気持ち悪い。あ、あ、あ、気づいてもらった。よかったね、よかったね、大輔。あ、ソウル。待って、何。やめてください。あ、ごめんなさい。あ、会話に入れないみたい。会話に入れない。大学生活がかかってるんだ。大輔、頑張れ。うわ、かっこいい。なんだあの人、めちゃくちゃ。あ、話しかけてあげた。ソウル君、全然ジャンルが違うのに、全然ジャンル違うのに話しかけてあげたよ、ソウル君。優しい。何話してんだろう。ふざけすぎなんだよ、おい。ふざけすぎなんだよ。何がですか。ちげえだろ。何が。俺らが明らかに仲間みたいな。お前、東海オンエアみたいになってんの。東海オンエア、それ。芝生があまりにも芝生すぎるんで、ちょっと僕がカメラをもらいました。今、移動してます。今、みんなで移動してます。ここに、芝生、ここに、りょうくんがいます。りょうくんがもう友達を作ってます。早いですね。ちょっとやっぱ初対面だから。りょうくんすごいですね。もう友達と一緒に歩いてます。ただでもさ、履修のことについて言われない。で、こいつは元々の知り合いと今出会った風のコントをしていますね。周りの人は誰も聞いてません。もうちょっと友達を増やしましょうよ。しばゆうが友達を作りました。ちなみにここ最後尾なんで、僕のところにも話しかけてくれる可能性がだいぶ高いです。あ、こっ、背高っ。おしゃれトークしますね。え、やばい、着きました、着きました、会場に着きました。人を、りょうくん、今だにサングラスサングラスかけてますね、この男。全員だよ。じゃあ僕入ります。その後もたち、後で。え、待って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 。え、やばい。え、待って。バレた。出てさ。さ、先の方。ちゃんと。